や、皆さんこんにちは、藤くんチャンネルへようこそ。藤くんでございます。よろしくお願いします。はい、ということで、久しぶりのポケモン実況なんですけれども、前回はですね、メリッサ、あの左下の頭にブドウがついてるやつですね、あいつを倒すことがついにできまして、残るバッジもあと3つでございます。いや、早かったな。あと3つか。で、ジムを倒した後にこのミオシティというところに図書館があるみたいなんですね。タウンマップここか。で、シロナさんから、ミオシティに行けばポケモン図鑑を埋めるのに役に立つ図書館があるよということだったんで、ちょっとその図書館にミオシティに行ってね、行ってみようと思います。あ、あいつなんか釣り竿もらえそうじゃね、こいつ。お、やっぱあれ無視してた、危な。ボロの釣り竿。いや、大丈夫です、ありがとうございます。使い方は大丈夫。隠れた釣りの名所。へえ。ポケモンってこういうなんかその辺の一般キャラに話しかけへんとさ、戦えへんじゃん、相手もらえへんのが難しいよね。よし、ビーダルに波乗りしてもらって。おお、すごい、ビーダルや。え、自分のポケモンがこういう風になるんや。え、やったらさ、フローゼルに波乗り覚えさせたいな。できへんのかな、そういうのって。できへんか。波乗り覚えさせようよ。あ、サーライトじゃない、フローゼル。え、特攻の威力90か。ちょ、覚えさせようよ。アクアジェットちょっと忘れる。え、ダブルアタックとかいらへんか。ダブルアタックちょっと忘れてみよう。これで、ポケモンで、フローゼルで波乗りとかできへんのかな？うわ、できなさそう！できなさそうな気がしてきた。あ、できないっすね。なるほどね。もう、ビーダルしかやってくれへんのか。そうか、ショックやな。自分の好きなポケモンがな、やってくれたら、テンション上がったんやけど。ちょっと、あれですね。虫除けスプレー使っていきましょう。いきます。ついたんかな。おお、めっちゃ取れ直る。お、これ誰だ、誰だ。藤くんくんです。え、誰、助手か。ああ、助手だけ走ってきた。お、いや、お父さん、お父さんじゃないですか。久しぶりです、お父さん。それでは藤くんくんのポケモン図鑑を貸してください。このソフトをここに組み込めば、カチャカチャ。え、何々、どういうこと。オスメスの姿を切り替えて見られますね。昔と違って便利だな。どういうことや、オスメスの姿が、ね、違うんか、ポケモンは。銀河団はようわからんけど。え、なんやった、結局なんもないやん。結局なんやねん、今の時間の無駄やろ。結局なんもなかったやん。なんやねんそれ。お、着いた、着きましたね。ここはミオシティ、水面に映える街。ちょっと読み方が難しいですね。さあ、ここに図書館がある。あ、待って。ボールも書いたよ、ボール。え、ダイヤにはね、タイマーボールっていう最強のボールがあるはずなんだけどね、そのボールをね、買いたいよね。あ、ほら、これタイマーボールが一番強い、絶対。これ買っとこう。15個ぐらい。はい。クイックボール。ハイパーボールは8個かな。これ2個買っとくか。はい。あとはね、ポケモンがさ、催眠術とか覚えてくれたらいいよね。さわないと覚えへんかな、眠らす技とかさ。状態異常にさせへんとね、使いにくいから。これどうしようか。違うな。違うけどなんかありそうやな。開いてないんか、開いてないんや。おお、おお、ジュン挑戦。いや、ジムっていうか図書館に行きたいけど、図書館は知らへんか。おお、ジュン、じゃあ、あと2個か。負けてらんねえな。で、お前まだ1回も勝ってないからな、俺ね。お、進化しとるやん、ムックル。もう、ムクホークになっててもいい気がするけどな。さあ、ナイトやってみましょう。大丈夫です。特攻しかないんでね、さあ、ナイトの技は。戦う、電撃波、いたれ、よいしょ、あ、一発強い。
レベル上がったよ。ほったいしな。実況始まったばっかりし、レンタラも使ったのか。いろんなポケモン出してこうや。レンタラ行くぞ。はい、出た。悟空スーパーサイジン4ね。ポッタイシ来て。ポッタイシもなんでエンベルとなってないねん。なってるやろ、レベル的に。スパーク。よいしょ。おれ。いいぞ。おー、レベル上がった。おいしい。ロゼリア。毒か。よし、ゴーカザル出番や。かっけえわ。ほんまゴーカザルかっこいいわ。伝説のポケモン感あるもんな、なんか。ファイングルマ。いいねー。おーおー、なんだなんだなんだ、なんか急所になんとなくあんだってメッセージ出たけど、ちょっと流し見してもうた。急所を狙ってくれたんか。ヘラクレス、虫か。虫やな。このまま行こう。よし、ファインガルマや。ヘラクレス、よう捕まえたな。どこった、そんなポケモン見てないぞ。ナイスやけど。おい、このレベルの勝負で睨みつけるをすんなよ。おい、勝ち確やん。はい、よいしょ。さあ次は、いいよ、みんなレベル上がって。ポニータ、ポニータ来た。よし、フローズル出番や。さっき覚えた波乗り見したれ。はい、いいね。最高にチャラ男だね。いいよ。何度も跳ね返してきた。だがその跳ね返しは俺には届かねえぜ。波乗り、おお、波に乗ってるね。乗ってた、乗ってるって言っても沈んでたけどな、若干。ナイス、いいよ。強いな、波乗り。経験値少ないぞ、ポニーだ。おーっと、え、終わった？え、弱っ。おい、ジムリーダーの方が強えぞ。相変わらず俺より少しだけ強いな。だけど言っておくぜ、ポケモンリーグに挑戦してチャンピオンになるのはこの俺だからな。まあ、お前ならここにジムリーダーに勝てるだろう。さっさと勝負してこいよ。オッケー、ありがとう。何タイプのジム？ここ。何タイプやったんやろ。岩？岩か、これ。鋼かな。鋼か岩か地面か、感じがするな。それより俺は図書館に行けって言われたんだよね。お、ここやん。こんにちは。ちょ、ポケモン図鑑を埋めるので便利な図書本っていうのはあるでしょうか。天井へとどこんどん本棚が詰められている。宮戸図書館です。建物の中でお静かに。え、特にイベントない感じか。言われてきたねんけどな。なんか話しかけたらなんかありそうだけど、ちょっとさ、話してみるわ。はい、特に何もなかったです。特に何もなかったぞ、シロナ。ということで早速ジムやっちゃいましょう。またこれゴーカズルばっかレベル上がるな。鋼だったら地面かな。鋼っぽいな、これは。鋼やろ。あ、間違えた、違う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 、間違えた間違えた。オースミライのチャンポン、鋼タイプ。オーケー、鋼タイプの使い方な。ゴーカズルでやっちゃいましょう。オッケー、行ってきます。お、何これ、落ちそう。何これ、高っ。これ強制か、どういうルートやろ。強制っぽいな。戦うか、あいつ。ほんならやっぱ強制やな。オッケー。勝った、待って、勝った、やばいな。ハガネル硬すぎやろ、マジか。オッケー、ナイス。おー、オッケーオッケーオッケー。ハガネル強いな。
おい、ゴーカザルもでも強いわ。ナイス、ありがとう。耐えてくれた、よく。お、マジか、これ強いな。レベル上げした方がいいんかな。でも33レベルやろ。なんでこんな強い。これでとどめ。ありがとうございます。オッケー、レベルも上がって経験者も多いな。これレベル上げた方がいいんかな。たまに思うよね、レベル上げた方がいいんかなって。よし、このマスなんなんやろ。おお、そういうこと。ちょっとやだ、ジムリーダーどこ。ジムリーダーどこやろ。どこから行けばいいんやろ。ジムリーダーの場所分からへんからさ。おお、これ戦うか。エリートトレーナーカモン。オッケー、よし行きましょう。うわー、迷路や。ジムリーダーの場所だけでも分かればな。なんかなんとなく分かんねんけど。あ、3がやるんかい。この辺いそうじゃない。おらんくね。どこだ。上から行くしかねえか、これ。よし、トゥルトゥルトゥントゥン。はいはい、よっ。そして行きましょう。さあ、ここは、ここ違う。こっち行って下っぽかったけどな。まあ、ですよね。まあまあ戦闘になってしまうな。オッケー、進みましょう。ジムリーダーの場所を未だに見つけれてないんだが、どこにいるんやろ。そろそろ追ってほしい。もう全然いいやん。もうそろそろジムリーダー、そろそろジムリーダー来い。あ、来るでしょこれ。セーブしときます。さあ行くよ。おお、来たんちゃう。おお、来た。ガンテツって名前してそうやな。なんやジムリーダー名前。トーガン、トーガンさん、私の息子。あ、黒金か。ヒョウタが黒金のジムリーダーね。そうやね。お父ちゃんか、あいつの。親子っぽい、確かに。属性的に、属性的に同じ属性やからさ、親子っぽいな。よろしくお願いします。めっちゃ笑、いやめっちゃ笑ってるやん。よいしょ。どう皆さん、だから鋼ばっかじゃ俺の豪華猿には勝てねえぞ。おお、やっぱ耐えるな、鋼タイプのキャラは。トリックルーム。ああ、ああ、どうなった、どうなった。時空を歪めた。オッケー、カニクルマ。なになになに、どうなった。砂嵐。おぶね、フリーズしたかと思って焦ったわ。よかったよかった。ナイス、いいぞ。今んとこ楽だぞ。お前弱い方のジムリーダーか。いいね。次はハガネール来た。このまま行きましょう。出たな。みんな持ってるやん。なんか何、このジムの人はハガネールを持ちなさいっていう規則でもあるの。自信はやばい、自信はやばい。うわ、やばい。ごめん。どうしよう。ハガネやろ。やばい、鋼に強いポケモンおらへんけど。水ってどうなんやろ。いやー、ごめん、ゴーカザル。お、効果抜群や。よし、頼む。いや、自信が強すぎる、自信が。これ砂嵐でやばい、フローズでやられる。いやー、マジか、やばいな。うわー、マジか、耐えた。ナイスナイスナイス、マジでナイス。アクアジェット、おい、回復すな。まあするか、そうよな。
うわマジか、ごめん。これフローゼルも必死なんな。全然食らなかった。マジか、申し訳ない。俺の判断ミスやな。歪んだ時空が元に戻った。どういうこと？時空歪んでたんか今まで。どういうこと？バブル光線。どうや。お、ナイスです。いいよ。特防下げて。あ、素早さか、素早さ下げて。自信が強いって、その技。その技強すぎるよマジで。お、砂嵐収まった。バブル光線また使うバーしてから、ほんまに。まあ、大丈夫大丈夫、いけるな。マナヒいいぞ。どうしようかな。いや、バブル光線やな。ナイス、よし。ポリデブス。あ、四角いやつやんな多分。いや、もうジムリーダー強えな。技が強え、技がかっこええ今の。バブル光線どうなんやろ。39高えな。いけ、いいよ、効いてる効いてる。10万ボルトなんで覚えてんねんお前、おかしいだろ。マジか。ジラチ、まだ10万ボルト。なんで覚えてんのそんな技。対策か、ちゃんと対策してんな。バック、元気のハゲラ。フローズ、よし。まだ10万ボルトか。こんなもんは効かぬ。バック、みんなを復活させるぜ。経験値欲しいからな。よし、まだ10万ボルトばっか使いやがって。で、これでジラーチを、ジラーチ技で回復できるか。そういや願い事やったっけ回復するの。うわ、どうなんやろ。次のターンっていうのが嫌やな。あ、命の雫も回復するんか。 OK、 これでいこう。いいよ。やばい、少ししか回復せんかった。でもこいつ10万ボルトしか防げへんな。エスパータイプでどうなんや。当たらない、やばい。耐えて、当てて、ジラチさんお願い。どうだ、全然効かん、全然効かんやん。おい、ひるんでる。これはバックで、うわ、いい傷薬。あ、まあいいかいいか、ゴーカードで返すよ。よし、オッケーオッケー、大丈夫。もう回復薬もうないもんな、もうないもんな。あ、モーモーミルクあるやん、モーモーミルク。ああ、そう、雷使ってくるもんな。これ一回変えるか。いや、変え、どうしよう。一回モーモーミルクをジラシ使おう。よし、オッケー。これ10万ボルトしかしてけえへんのが楽やわ。よかった、地震とかなくて。地震あったらよかったよね。あ、俺冬なんかな、冬やからしてけえへんのか。え、そんなことないな。試練のつけてゆっくりやるか。よし、確実にやっとこう。木の実持ってた、木の実持ってたわこいつ。
確実に行きましょう。これ豪華猿描いた瞬間に地震とか来たら嫌やから、確実にジラーチで行くぜ。ジラーチの間はこういった中盤ボルトしかしてこないからな。よし、いいぞ。これでどうや、いけー、終わったやろ。よーし、やったや、やったや、時間吐きさせやがって。オッケー、ありがとうございます。いや、よかった。鍛えたポケモンたちが悪いな。いや、確かにお前のポケモンが強かった。自信が強かったわ、ハガネールのマインバッチ、ありがとうございます。めっちゃかっこいい、このバッチめっちゃかっこいいな。いや、ありがとうございます。しっかり受け取りました。怪力をいつでも使えるようになる。お、シールももらって、まあ、シール岩系やろうからな。わざわしいは気になる。何やこのわざわしいは。ラスターカノン強い、ラスターカノン強いからな。鋼の特殊タイプの技かな、確かな。すごい、一周回った。オッケー、入ろう。オッケー、無事に勝った。次は何してや、次は何していくんやろ。お、ジュン何してんのそんなことで。お前の実力ならポケモンチャンピオン目指せるぜ。最も俺の方が強いからありえない話だけどな。図書館に来いよ。あ、オッケー、図書館な、図書館行くけど、ポケモンたちを回復させてあげたいです、僕は。すいません、ジュンさん。先に回復させてきます。